そして本日こちらの会場には1964年の東京オリンピック開催の時に聖火搬送車という大役を務めた日産セドリックスペシャルの展示も行っております。ちょうど皆様から見ると右手の方に当たるんですが、そちらの展示のご覧いただけますでしょうか。日本の高度経済成長期に発売されました国産初の本格的な大型乗用車となっております。ぜひ後ほどお近くでご覧いただければと思います。ライトアップされていますね。では続きまして、この度の江戸胡蝶祭り実施にあたって大変なご尽力をいただきました自由民主党東京都支部連合会幹事長前都議会議員内田茂様よりご挨拶を賜りたいと存じます。内田様どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました自民党東京都連の内田でございます。本日の江戸胡蝶祭りオープニングの開催、誠におめでとうございます。そしてこれに至るまで日本橋、神田日本橋の商店街の皆さん、そして町会の皆さん、役員の方々が若い人と一緒にこのような素晴らしいイベントを作り上げていただきました。心からそのことに御礼と感謝を申し上げる次第でございます。皆さんの住むこの十田中央区、そして東京都、これはまさに地方自治であって、それぞれ皆さんのものであるわけでございます。その原点を成すのが町会のこの絆を集めた地域の存在であり、そして商店会の絆を集めた存在であるわけでございまして、まさに原点を皆様は担っていただいているわけでございます。そして遡って江戸の昔にこの地域から町会が、そして町人文化が、商業が発達をしてこの江戸を作ってきたわけでございまして、今日に東京に続いているわけでございます。当時の江戸はまさに徳川幕府が開設をして、そして町人文化が花を開いて、そしてその当時の世界の都市の中で100万を超える都市はこの江戸っきりなかったわけでございますから、先人もすごいことをやったんだなと思っております。そして今の東京は皆さんが一生懸命この中心地区を作り上げていただいたわけでございまして、これからそのことに御礼を申し上げるわけでございます。東京の発展の原点はまさにこの神田日本橋神田にあるわけでございまして、そのことを誇りに持って皆さんが今後もこの胡蝶祭りを通して大きく東京全体の中で訴えていただきたい、このことをまずもってお願いを申し上げる次第でございます。先ほど来2020年東京オリンピック招致、皆さんとともに一生懸命頑張って、さらにそれにバイアスをかけて付加価値をつけていこう、こういうふうな企画にもなったわけでございまして、ますますそのことに喜びを感じるわけでございます。成功を祈って、そしてこの神田日本橋神田のこの地域がますます発展することをご記念申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。内田茂様どうもありがとうございました。